かかったかかった、声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 かかった。玉編みもない、玉編みない、そこら辺に浅瀬的なやつもない。かかったかかった、浮き釣りでかかった。もうあいつが疲弊するのを待つしかない。かかったかかった、まさかかかると思わなかった。あいつが酸素を使い果たすのを待つしかない。もうなるだけこう動かして、そのまま多分上げると絶対にバレる。くそー、どうする。玉網持ってなこなかったな、網持ってこなかったな。なるだけ動かして、参ったな。網も何も持ってきてないよ。くそ、こういう時に限ってかかりやがって。もう糸で引っ張るしかない。でかいぞ、60センチぐらいある。餌はパンだ、食パン。餌は食パンだよ。そう、手で引っ張ってもするしかねえか。こいつはもう疲弊するの待ってたね。いけるか。取れるか。うぅ、やばい、切れる。糸が切れる。この大きさだと糸が切れちゃうよ。くそ、どうする。なんとかならないのか。いてね、こいつはなんだ、これは写真撮りました。なんか撮りました。はい、すごい、うん、あの写真撮らないでください。僕はあの必死なんで。よいしょ、撮れるか。網ないんですよ、網。持ってくの忘れたんですよ。くそ、
やったぜ。やりました。なんとか。疲れた。こい釣りましたよ。大きさはこれぐらい。だいたい30、50ぐらいか。30から50ぐらいでしょうか。わかりません。で、かなり口がですね、なんかおかしいんですよ、ほら。なんかすごい変な形してる。こんなの初めて見ました。